日本政府を何よりも信頼してるって方どれぐらいいらっしゃいます？いていいんですよ、そういう人もいていいから。信頼するに値するものではないっていうのがおそらく多くの方々の意見かなと思うんです。で、それも当然で、政治に対して信頼を置くなんて絶対やっちゃいけないことなんですよ。それ相手が自民党でも立憲でも共産でも令和でも一緒なんですよ。政治家は信じるべき対象じゃないってこと、監視するべき対象ってこと。政党もそう、政治家もそう。私たちは騙すつもりなんてない。そんなつもりがあるんだったら元の仕事戻りたい。そんな暇じゃない。でもそれを横に置いて今やってるっていうのは、あまりにも世の中不条理が多すぎてひどい状況になってる。これで自分の仕事だけを考えてやっていけるって無理ですよ。だって先細りしかないんだから。山本太郎もともと芸能人やってて、エンターテインメントの仕事っていうのはある程度世の中に余裕がないことにはこれやっぱり盛り上がっていかないんですよ。でも国民が貧困化していったりとか、国が一部のものに多くの金を流していきながら、一部のものしか声を太らないような社会を作っちゃったら、社会も潰れるの目に見えてるんですよ。まずこの問題解決を、参加していく一人にならなきゃいけないなっていう思いで政治に参加しました。話戻りますけれども、政治や政治家っていうのは信仰の対象でもないし、政治や政治家っていうのはアイドルでも何でもないんですよ。あなたの代わりに、あなたのやってほしいこと、あなたが思う社会を作っていってくれるはずの代理人だから、一緒に世の中を変えていくために動きながら、間違った時には軌道修正を求めていくということを、やっていくのが健全な関係性であろうと思います。話戻ると、日本政府に対して信頼してる人いますか？数は少なくなりますね。じゃあ信頼してない相手に対して個人情報の全てを好きなように彼らが 集約し集積していけるようなシステムっていうのは不安しかない、当たり前のことです。その時点で私はなしだなと思います。まず政治が信頼を回復し、そしてマイナンバーカードのさまざまな紐付けっていう部分に関してリスクが高まるっていうところをもう一度見つめ直すこと、そして分野に応じて、分野に関してありかなしかっていう議論っていうところに戻らなきゃいけないだろうと、そういう考えです。すいません、話が長くなってしまいました。令和新選組代表